らっしゃいませ。私は親子3人で暮らしていければそれでいいの。大谷さん、ご商売小説家なんですってね。明日から私をここで働かせてくれね。ねえ、そうして働いて返すわ。奥さんをください。ああ、見合いしてる間あなたの顔が頭に浮かんでなかなか消えない。また死にたくなった。付き合ってくれますか。誰もが愛に迷い、そして愛に生きる。夫に心中された女房は一体どうすればいいの。勝手なようだが、今は責めないでくれないか。ビヨンの妻、応答とタンポポ。